Okay, here we go. Here's kind of an image of it. Alright. Let's try it through here. Damn you! Stupid ads! The internet needs to stop with the ads right now. And I gotta reload the page because of the stupid ads? Annoying. Ah, they have them mixed up. That's why. Yeah. Okay. Now I see. Yeah, they have them all, like, screwed around with. So, Takeda. I think Mori. Yeah, apparently this one's Mori. Tokugawa is still the Hollyhocks. Ishida is the crazy looking flower thing. This. Let's see. Katooki? Katoko? Alright, that's the tree one. This one. Just make sure. Yep, Hojo is this one. Ow, my ear. Thank you, screaming person. Yattawa! Uso mitai! Misemono wa kore kara sa. Sore de wa CD logu wo irete kudasai. Debacle after debacle. Now, the next I thought, okay, insert the CD. Alright, this thing that looks like a printer, isn't it? Oh, look, like here's some green lights, and... no, it's this. And I love how they say, it's archaic media, yet this takes it. And see, what kind of CD drive is that? Not the CD drive of the future. CD を読み込んだぞ。出るぞ。World's slowest CD drive。これまで徳川は皆様に数々の麻薬偽装輸送システム DDS を K シリーズ中心に提供してまいりました。K1 から K8 までさまざまな DDS を使った麻薬の偽装に精力を注いでまいりました。しかし残念ながらこれまでの商品はナーク麻薬を公に販売、誰にでも入手可能な DDS を作り出すというコンセプトを満足させる結果には及びませんでした。しかし今回の K シリーズの最新作 DDS はこれまでのそういった問題を全てクリアしうる可能性を秘めた商品です。ナーク麻薬を安全に、そして自在に売買できる、それが徳川の新製品ナークカプセル K9 なのです。 Dancing Pills。 では K9 の優れた偽装システムをご説明しましょう。ナークカプセルの特徴は薬剤を包むカプセルのゼラチンの中にナークをプログラムしているところにあります。ですから新薬、大衆薬を問わず、デザイナーズフードや機能性食品といったあらゆるものに偽装、流通させることが可能なのです。つまり内容物を変えることで流通経路はどのようにもなります。病院、薬店、スーパー、内容物にあった公の販売ルートがいくらでも広がるわけなのです。ナークカプセルは封入式ではなくキャップ式になっていますので、個人でも簡単に中身を取り出すことができます。そしてもう一つの偽装安全策を用意しております。
いくらカプセル側にナークをプログラムしたところで、公的な市場で流通させるにはあまりにも危険です。そこで徳川の最新テクノロジーはナークそのものを科学的に2つに分離することに成功。これらを別々のカプセルにプログラムすることにより、これらのカプセルを同時に服用して初めてナークの効果が得られるようにしたわけです。私どもではこれをバイナリー麻薬と呼んでおります。カプセル自体へのプログラム、 A、B、 2つのカプセル同時服用という2ランクの安全システムにより、偽装効果はほぼ完璧となります。これでもう麻薬取り締まりによる妨害も損失も恐れる必要はなくなりました。しかもナークカプセルは無重量化でも均等に素早く溶解する性質を持っております。宇宙での使用も問題ありません。それでは次に A、B の分離されたカプセルの見分け方をご説明しましょう。その見分け方はいとも簡単。それぞれのカプセル表面には製剤識別コードを兼ねた目印がつけてあります。この徳川のマークが目印となります。徳川の三つ葉葵の一部が欠けているのがお分かりでしょう。この欠けた部分を持つカプセルを割り符のように対にして服用するとナークとして作用する仕組みとなっています。これらはそれぞれ片方だけを服用してもナークの作用は全く現れません。したがって危惧される一般市場での事故は心配ありません。組み合わせのキャッチは徳川を一つにです。そしてこの携帯ではあらゆる麻薬探知機にも反応しません。現存する探知機ではこれらを探知することは不可能なのです。いかがです。これが徳川のハイテクノロジーが生んだ DDS K9 ナークカプセルです。我々はナークカプセルを自信を持ってお送りします。どうぞこの K9 をあなたの取引に利用してみてください。皆様の良きご理解を期待しております。Good to know. なるほど、あのカプセルはやはり麻薬か。ロレインが預かったあの葉はこのトリックを伝えるものだったんだ。徳川め、うまいこと考えやがったな。こんなバカなことって。これは一製薬会社だけの犯罪じゃないぜ。ましてや北条の個人プレーなんかじゃな。大きな組織がついてる。徳川にマフィア。証拠がないぞジョンさん。相手が徳川となるとそれなりの切り札となる証拠がな。こんな CD なら誰にでも作れる。証拠ならあるぜ。鑑識に預けたあのカプセルを調べ直そう。今度は中身ではなくカプセルの方をな。ロレインが命がけで守ったものだ。この CD の内容が事実かどうか、もし本当なら大変なことになる。大変だわ。こんな麻薬が私の病院から大手を振って売買されてたなんて、なんてことなの。この CD が事実なら病院だけじゃなくてあらゆる薬にナークを隠すことができる。薬店や薬局で売られたら止めようがないわ。徳川とマフィアの狙いはそこだ。クリス、 K9 のサンプルがないか調べてみてくれないか。わかったわ。でもここに置いていくほど彼らはバカじゃないと思うけど。石田もグルだろうか。可能性は高いな。北条側か徳川側かは分からんが、どちらにせよここにいれば K9 の正体を知らなかったはずはない。問題は石田が北条の共犯だとすれば、徳川もマフィアも石田を消しにかかる。 BCP へ戻ろう。カプセルを調べ直すんだ。その前にクリス、トイレ貸してもらえるか。やっぱり下痢だったのね。はっきり言えばいいのよ。ジョナサン、後で薬をあげるわ。徳川製薬のか。バカで、そんなことは気にしないの。
ジョナサン、今度はゆっくりしていいぞ。今度はしっかり手を洗ってからね。BCP に帰ったぞ。監視課へ急ごう。おお、おかえり。どうした、そんなに慌てて。ビクトル、例のカプセルのトリックが分かったぞ。カプセル？ああ、あの風邪薬か。中身ではなく、中身を包むカプセル自体にナークが仕込まれていたんだ。ゼラチンの中にな。なんと、カプセルにか。それは思いつかんかった。しかも A と B のカプセルを同時に服用して初めてナークとなる仕掛けだ。片方の服用だけでは作用しないんだ。バイナリー麻薬、そんなことが可能なんじゃろうか。それを今から証明するんだ。ビクトル、例のカプセルをもう一度分析し直してくれ。残念じゃがそれはできん。あのカプセルも AP が持っていった。あいつじゃ、あのレッドウッドとかいうフローズナーじゃ。 Didn't see that coming。 なぜ AP が。あんたらがあいつらに頼んだんじゃないのか。わしはてっきり。おかしいな、あのカプセルのことは AP には言ってないはずなんだが。エド、 AP へカプセルを取り返しに行こう。取り返したらわしにも見せてくれ。あんたらの探してるものはこれか。このカプセルだろ。そのカプセル。あの老いぼれは信用ならねえ。で、俺がここの最新設備で調べてやったんだが、何も出なかった。単なるカプセル剤だ。人騒がせな奴らだ。なく騒ぎだとはな。どうしてそれを。みんな知ってるさ、この騒ぎだからな。しかし、とんだ猿芝居だ。こいつ、言わせておけ、ジョナサン。ほらよ、返すぜ。さあ、ビクトルに調べ直してもらおう。待て。エド、よく見ろ。この製剤識別マーク。これは、ロレインから預かったカプセルじゃない。ん？製剤識別コードの一部が欠けてないぞ。何言ってる。これはあのじいさんから預かったカプセルだ。間違いない。レッドウッド、いい加減なことを言うな。俺はあんたらと違って忙しいんだ。ビヨンド30周年記念パレードの警備の打ち合わせもしなくちゃならん。こんなつまらんことにいつまでも関わってる暇ない。じゃ。いや、やられた。唯一の証拠だったのに。くそ、この BCP に奴らの犬が。ビクトルか、レッドウッドか。いや、味方がいるかどうかだ。さて、あの垂れ込み屋の裏は取れなかったが、どうする。Yep, and now there's nothing to do about it. Actually, let's
So, now it looks like our capsules are gone. Yay! I mean, not like you didn't see that coming. I wouldn't, like, honestly, if anybody gave me evidence like that, I would definitely hold on to them. Alright, well, unfortunately this has to be end of another episode of Let's Play Police Knots with me, Marek Dias. See you later.